こんにちは、ネモです。パーサカやっていきます。今回はパワフル高校で初めての選手作成いきたいと思います。早速いきましょう。で、イベントデッキここから見ればいいのかな。あー、一緒ですね。野球とこんな感じです。キャラのお名前がやべえ坂くんしか言えないので一人ずつ見ていきます。シシドウタケオ、ダイモン哲也、やべえ坂シュート、白瀬みなみちゃんで、左翼くんで、助っ人枠で資源の颯太くんを借りています。で、フィジカルの SR、 スピードの SR かな、僕の手持ちが。なので技術系ですね、テクニックを入れて、 SR の助っ人枠は SR でいてレベルがそれなりに上がっているキャラを連れてきたという形です。で、チャリンがなさすぎて、あのコインですね、なさすぎて味方のキャラのレベルがなかなか上げられないというのと、ゲドウの不足もあります。なのでほんとこれからっていう感じですね。さあ行きましょう。で、どっから行けばいいんだろうな。 SR 揃ってるから矢部くんとダイモンですね、おそらく。で、あとは前後のイベントですね、キャラの、まあイベントが前に起きるか後ろに起きるか、これもわからないので、今のところはほんと手探り状態ですね。この巨漢くんが前で、白瀬ちゃんが後イベと。ダイモン、何くれんのこの人。フィジカル、ロングスロー。びっくりしたらまあ行くって話ですね、まずロングスロー。うん、火山炎入ってきた。シシド、ダイモンいけそうだな、もう。っていうのと、クリスマス間に合わせたくていいんだが、いないな。うん、ダイモンからやっちゃうのがいいような気しますね。いや、シシドくん強いのかな。監督の評価、いや、彼女でしょう。クリスマスこれ間に合うかな。クリスマスじゃないのか、もはや。びっくり。お、ダイモンいいよ。ロングスローのコツ掴んだ。もう結構マックスになったかな、これ。レベル4か。取っちゃうか。そこそこだな。メンタルいきますか。感じるんや。飴玉やチョコレート、行動色、神社、景色でも見て一服しようやないか。全く分かんないけど、空と街があるから周りにした方がいいのかな。よく分かんねえ、よく分かんねえ、ほんと手探りだな。で、光ってる光ってる。で、ここかな、フィジカル。サッカーランドの来て。うわー、体力削るやつはちょっとな、使いにくいな。一回休みますか。お、いいよ。しかもびっくり、ダイモン使いやすい。うん、フィジカルのコツ。牛丼屋が体力回復っぽいよな。あー、ナイスナイス。あ、やる気が下がりましたね。ただあー、白瀬ちゃんいないな。シゲナリ、マジ？おー、やるキャップ。ダイモン使いやすいな。おそらくですけどね。シシド行く？
フィジカルばっかり言ってるからな。お、スカウト。3年寝太郎。フル出場を目指せばいいのに、せっかくの技術がもったいないよ。訳を聞いてみるかな。うん、わからん。正解だったのか。てか、しらせちゃん来ないな。お、イベント。これがパワコーのイベントですかね。ちょっとわかんないな。3回のうち2回以上シュートを決めればクリアだよ。頑張ってね。決められる自信が全くありません。PK か。操作もおぼついてないんだよ、全然。ちょ、待って待って待って。お、よっしゃい。そんな上狙わなくていいでしょ。お、結構やれるもんですね。よし、勝った。いや、この前にスタジアムを何回かやっていて、もう全然だったんですよ、本当に。たまたま決まってますね、今。うん。こんなもんだな。でも入りましたね。よしよしよし。セグイチ終わりましたね。431って全然わかんない。トレジャーハンター、いや完全手探りだ。お、びっくり。矢部坂くんいけるけど、ダッシュドリブラー。ただ白瀬ちゃんいかんともう話なんない気すんだよな。うん、いや、いいか。いやきっつ。もう彼女にならないんじゃないかな。おう、いいんじゃない。ナイス、うまい。ミートダボール。お、光った、ダイモン。あー、ダイモンじゃないけど。白瀬ちゃんもいるしな。メンタルも光ってるから、メンタル、まあいいか。散らしちゃいか。スケット幕なのかな？彼女じゃないかも。厳しく指摘する。お、二人。シゲノにするか。なんかくれるだろう。途中出場、中盤。終盤ね。体力回復にしますか。いやこれ。全く同じイベントありますね、夜景の方に。お。いやー、スタミナ切れ。うわー、これちょっと今、金の特殊能力、雰囲気ありましたけどね。失敗したか。これシングル行っても、なんか、しょうもないな。スカウト行きますか。固有ボーナスのあるキャラが欲しいな、ダイモン。オッケー。ん？なんか進んでるぞ。で、得のフィジカル。重いな。まあ、いいか。あ、シシド。
ヘディング。お。うん。なんか進んだような進んでないよ。手分けかな。筋肉。ああ、小指か。お、メンタルいいじゃん。ヘディング。ヘディングね。特の。ああ、結構高いっすね。じゃあ、もう一回もらった方がいいな。うん。21か、やつも。空、これ、福井べか、ただの。お、ゲームでやんす。ゲーセンにゴー。で、シシド。あ、ヘディング取ってねえな。うん、まあ5だな。で、うんうん、これも学びになりますね。5だな。マックスは5と。精神やべえ。いや、メンタルキャラやっぱ使いやすいっすね。体力回復できるんで。心を一つに。神社に行く。サッカー。うん。で、フィジカル。お。成功したのか。おお。何か特殊能力が手に入りましたね。ビハインドって重っ、強心臓。でもちょうど精神を使う剣の特殊能力なんでいいかもしれないですね。ダイモンとか持ってないの、これ持ってないんだな。骸骨うん、筋力金魚すくいにするか。たこ焼きか回復だったのかな。ちょっと無駄したかもしれないですね。なんか対戦とかもあるし。お、合宿。得能取るか、強心臓。オフェンス、ディフェンス。キック。敏捷がまるでないな。スピードきついな。スタミナ。あ、いいよ、スタミナ。スタミナ全くないな。ナイス。うん、合宿ですね。おお、光ってる。強い強い強い。スカウトアピール好き。おお、40うまい。シシドウ。やめておく。体力回復 OK。 ああ、狙い通りにはなってんな。はい。体力回復来るだろう、このタイミング。それにしても一体誰が矢部坂くんを誰にしたらいいんだろうな。体力回復できる人がいいんだけどな。あまりのうまさに。
そして誰もいなくなった。よしよし。でも回復はできたぞと。みなみちゃん行くかな、評価。お、サクッとピンチチャンス。で、もう強心臓取るか。重。で、スタミナ。スタミナ上げてあげないとちょっときついっすね、確かに。キック。テクニック。もう本当にこの試合操作も分かっていないので、ひとまずは、ピンチャン。サクッとピンチチャンス。おお。自動で入れてくれましたね。何もしないぞ。なんか押し込んだというか、突っ込んだって感じでしたね。ナイス。オッケー。オッケーオッケー、ナイスナイス。ちょ、結構攻められんな。早いな。おー、頑張れ。よし。練習試合だからまだいいですけど、本番でこれやるともう1回戦で終わるんで、ね、入れられた。チームは結構強いんじゃないかな。それなりにキャラ入れてるんでね、こういうの。あとはもうゴール前までは全部お任せなので、その辺ですね。触れ。よし。もうさすが、さすがイケメンからのバシッ。遅いか。いや、もうほんとこのタイミングゲー、どの辺で押したらいいとか、ぜひぜひコメント欄で教えてください。全然慣れてないです、僕は。あ、やばい。やぶねえ。支配率全然違うんだが。お、メンタルいいよ。お、初めてだな、これ。技術。真ん中かな。なんか進んだっぽいっすね。もう完全に本当にランダムで言ってますけど。使う。うん、パーコーだと多分くれるんだな。休みますか。うん、やべっ、坂くんいけるようにしとくか。ラッキー、ラッキーだったのか、あれは彼女と行かないといけないイベントだったのか、その辺はわからないですね。夢の舞台で、テクニックとスタミナ上げないと。いや、結構吸い尽くされたからな、精神。怪我。よしよし。サッカーランドの起きて。おお。精神くれないかな。なんか途中出場終盤これ取ってコツを取り切って精神ください。オッケーオッケー、狙い通り。魔球、何がいいかな。
消える魔球が野球ゲーム的にはいいですけどね。サッカーゲームなんでどうしましょうって感じですね。いいか、消える魔球いくか。お、お、いいぞ。なんか進んでるぞ。あと1回ぐらいじゃないか。矢部坂くんも惜しいな、なんか。うん、結構フィジカル練してるような気がするけどな。お、2回目。必殺技。メンタルナイス。お、イベント起きた。メンタル。こいつ何くれんの、コツ。あ、結構くれるな。結構有能っぽいな。フェアプレイってさっき。レベル1か。ま、取っちゃえ、これ。安いわ。これ、同じだ。さ、どうでしょうね。スタミナでいいでしょう。行きましょうか。やべ、弱え。おお、味方強い、味方強い。バシッ。オッケー。さすがに1回戦いけるかな。オッケー、いいよ。早速得点につなげてきました。あ、なかなか赤澤くんも頑張ってますね。このまま主導権を握るか。ちょっとキャラ的にはカシュイン欲しいな。かっこいいっすもんね。走らせる。パワフル高校1点を先行しています。奪います。どうつなぐか。いいよ。左に出す。前半終了。もう1点ぐらい取って落ち着いていきたいですけどね。試合いつ点取られるか分かんないんだよね、このゲーム。お、トリッキーな動きしてる。お、回して回して回して。強引だな、こいつ。しかもジャスト来た。 OK。 たまたま入ってます。パワフル高校さらに1点を追加し。あ、こ強いな、メンバーが。メンバーが強いんだな。この得点で主導権を握る。おお、オッケー。ゴール。さすがに 3-0 勝つでしょう。乗っています。パワフル高校3対0と差を広げています。これはいいでしょう、当たっても。弾いた。はい、勝てました。 3-0 で。やはり支配率気になりますね。50か、50ちょいでしたね。で、スカウト上げちゃう。オッケー。おう、ナイス。強いな。使いやすいっすね。食べ物で釣る。スカウト行くか。いやー、こっち強化上げちゃうか。さすがに何にも起きねえかな。テクニック。ダッシュ、竹。決定力もいいっすね。30%。取っちゃうか。この辺まで来たらあと得能でしょ、おそらく。決
勝の笛が吹かれました。川古高校対小屋市高校。資源の強いな。ボールはクリア。やべ、坂君も結構強いですね。 TDB か。よし、左へ行く。ほい、よし、これ決まったべ。シュート。うわー、そうか、ジャストでもダメなんですね。左にボールを振る。長いボールを送ります。頑張れ、もうちょっとゴール前近くで。うわー、自分足を引っ張る。どう崩していくのでしょうか。タイミングを測る。オッケーオッケーオッケー。ちょっと今点欲しかったっすね。後半の試合、これ同点だったらどうなるんだ。 PK? 後半を見ていきましょう。 OK、 これつなげ、戻します。前に出す。いけるよ。ドリブルで上がります。あ、早いか。シュート。難しいっすね、やっぱタイミングが。縦を使います。やばい、これやばい、これやばい。このまま突進するのか。やばいやばいやばい。シュート。早い。うわー、入れられた。もやし高校ゲーム終盤。やばいやばいやばい、もう多分ワンチャンスあるかないかだな。もやし高校貴重な先制点を奪いました。オッケー、頼む赤澤くん。おいおいおい、赤澤くん雑魚。はい、ここでホイッスル。今大会にピリオドが打たれます。というわけで、僕の初めての選手は兄弟にやられてしまいましたと。お、ニブリーか。これ全然基準わかんないぞ。サクセスクリアで、なんか特能にするか。バックスピン取るか、安いし。で、わあ、もう肩とか上げたいな、野球なら。この辺適当に振る感じになるんだろうな。うん、一応金の特殊能力つきましたね。 D、 あ、もうちょっとで C でしたね。おお、なるほど。いや、楽しいですね、やっぱり新しいゲームっていうのは。うん、頑張って S ランク作りたい。まだ C か、まだ D か、遠いな。またねーと。で、早速入れますかと。で、ちょっとだけチームが強くなりましたね。という感じで、まあパーサカーは進んでいくのかなと。で、ぜひぜひ、まあ、プレーのシュートと、あとはセービングの時のタイミングの取り方、あとは試合を選ぶ時ですね、しっかり自分でやられているのか、もしくは皆さんサクッとピンチとかでやられているのか、はたまたコンピューターに任せちゃうのか、そのあたりもぜひぜひ情報交換しながら皆さんでうまくなっていきましょうということが、パーサカに関してはできればいいなと思ってます。で、野球の方も一番初め、当初ですね、始めた時はこういった形で皆さんに教えていただきながら進んでいまして、で、まあ、ちょっとだけ人より上手くなれたのかなというところで、今はいろんなデッキを試したりしていますが、サッカーの方は本当にもう前に何かをやっていたということでもないので、まあ、本当ウィーでやってたってそれぐらいなので、パワフルサッカーってあったのかな昔。ぜひぜひ皆さんと情報交換しながら進んでいければいいなと思ってます。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また Twitter
Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。